今日開かれたた自民党岐阜県県連連のの選挙対策委員員会会には県連会長の武藤陽次衆議院議院らが参加しましま前回の知事選では55年ぶりに保守分裂した経緯があり県連は次の知事選では支援する候補者の一本化に向けて協議していくことを確認しました会には出馬に意欲を示している渡辺武之参議院議員も出席しましたが 自分も当事者になるかもしれないと話し、正式な出馬については明言を避けました。次の知事選をめぐっては、現職の古田知事が不出馬を表明、元内閣府大臣、官房審議官の江崎義秀さんが出馬を表明しているほか、共産党県委員会も新人候補の擁立を検討しています。